どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ぼちぼちシーズン11も2ヶ月が経過するということでですね、僕が所属している PK11001J でもですね、体制が決したということでですね、毎シーズン恒例ではあるんですけども、この PK11001J というエリアサーバーでですね、どのような戦いが行われたかというのをですね、僕が所属している小兵器の視点からですね、皆様にお届けさせていただこうかなと思っております。このシリーズはシーズン9から始めたって記憶してるんですけども、結構評判が良くてですね、次のシーズンもお願いしますみたいなコメントを結構いただけるので、まあ何かしら理由がない限りはですね、毎シーズン続けていきたいかなと思います。でこちらは運営さんが発表されている主力招待の実力評価表ということになってます。で僕が所属している小兵器はですね、一応赤色ということでですね、実力レベルが一番高い色と、まあ、いわゆる赤帯と言われるところに位置しているということになってます。でこの評価表ってなくなるんですかね。なんか今なくなってるみたいな話を聞いたんですけども、個人的にはこちらの存在っていうのはありがたいんじゃないかなって思ってるんですよね。理由といたしましては、初期サバ、2期サバ、3期サバといった感じでですね、もう開始時点が違うサーバーの方っていうのがですね、同じエリアサーバーにひっくるめられるようになりましたよね。っていうことはですね、知らない同盟、知らない正体と戦うということになるわけなんですよね。初期サバ同士でのエリアサーバーっていうことだとですね、まあ大体ここの同盟はこんぐらい強いとかいうのがわかるじゃないですか。ただ2期サバ、3期サバに関しては情報がないということになりますので、これね、その幹部の方とかがリサーチをしてですね、相手の正体がどのくらいの実力かっていうのをですね、調べないかんという事態になってしまうわけなんですね。この評価表があれば調べなくても運営さんがやってくれるんですけども、これを幹部の方の負担にするっていうのはですね、かなりしんどいんじゃないかなと思いますので、まあこのなくなってるとかいうのがですね、僕の聞き違いだったらありがたいかなとは思ってるんですけども、これからも続けてほしいですよね。でリサーチなしで組んだらいいやないかっていう話にもなってくるかなと思うんですけども、そうなったらですね、例えばこの上3つの同盟がですね、お互いの実力を知らずにですね、まあちょっとその半分に割れるようにみたいな感じで組んだみたいなことになったらですね、もう実力差っていうのがつきすぎてしまってですね、一シーズン丸々棒に振るみたいなね、ことにもなってしまうので、そのリサーチっていうのは絶対必要かなと思うんですよね。なんで運営さんが調べるか、あとその同盟の幹部が調べるかっていう差になってくると思うんで、ってなるとですね、手間が省けるようにですね、運営さんがこの表を作ってくれるというのはですね、ありがたいかなと思いますので、まあ、来シーズン、シーズン12がどうなるかは分かりませんけども、あればいいなとは思ってますけどね。でこちら実力評価表の色というのをですね、地図に当てはめたものになっているわけなんですけども、小兵器は河北出身ということでですね、表に載ってた正体はですね、河北には小兵器以外いないということになってます。で味方になってくれた州がですね、清涼ということになってますね。この地図だとマルチーさん、一騎さん、あと水滴さん、この3つの正体っていうのはですね、連合を組んでくださったということになりますね。で残りの4つっていうのは敵ということになりますので、州の数で言うと2対4みたいな感じになるということですね。なんでスタートからしたらですね、だいぶきつそうだなっていうイメージはありました。でですね、1個下のその実力表の色の緑ですね、の吉山田さんと大林さんですね、この2つの招待さんはですね、どうも前シーズンも組んでたとか組んでないとか、そんな話を聞いてたんで、まあそのシーズン11でも組んでくるだろうということなんですね。ってなるとですね、この緑帯の同盟さん2つ相手にするのは大変だなっていう感じはありました。ただ、清涼の方もですね、この覇色とか軽装の同盟さんと勝負するっていうことになりますので、まあその小兵器がですね、吉山田さんおよび大林さん担当で、清涼の同盟で覇色と軽装の同盟を担当という感じになってました。なんで、初手はかなりきつそうだなという感じはしたんですけども、まあその2期サバ、3期サバの実力っていうのがよく分かりませんから、どうなるかっていうのはですね、本当に神のみぞ知る状態ということになってます。で、清涼にしてもね、かなりやっぱり厳しいんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。まあもちろんですね、色だけで見るとですね、青色がですね、赤と緑の次に強いということになってるんですけども、そのオレンジと、紫っていう数だったらですね、まあその紫は相手の方が多いっていうことになりますよね。なんでまあその青と紫の差一つ分ぐらいはですね、まあその清涼の方が有利かなとは思うんですけども、まあその2州相手にせないかんっていうところでですね、なかなか厳しいところはあったんじゃないかと思います。
で進路方向を一応矢印で示したんですけども、とりあえずはですね資源州に入らないかんということなんですけれども、河北はですね関中にしか行けないっていうことですよね。で西陵に関しても関中にしか行けないということになります。で、緑の2つの同盟さんというのはですね交換に入りますよね。で軽装陣っていうのもですね交換に入っていくということですね。で、一応覇色だけがですね、関中でぶつかるということになりますので、資源州に入った段階で同じ資源州で対戦することになるのは、まあ覇色さんかなっていうところですよね。で関中に入った後は司令、交換に入ったら後は司令を目指すことになるというのはですね、どこのエリアサーバーでも同じことかなと思います。でシーズン11はですね7月の1日から始まったということになってるんですけども、一応資源州入りを果たしたのは7月の5日の朝の8時からの工場でということになってます。これは単独同盟での資源州入りということではですね全エリアサーバートップだったというふうには聞いてますけども、その合同での資源州入りっていうことだとですね他にももっと早いエリアサーバーはあったと聞いてます。まあただこの辺はですね定かではないので、知ってる方いらっしゃったら教えていただけたらと思うんですけど、で撃破時間がですねこれ31分59秒ということでかなり余裕があったんですよね。なんですけども朝の8時からやってますので、それを考えるとですねこれより早くしようと思ったら前の日の深夜の12時からとかいう感じでですね工場を始めないかんというわけなんですね。理由といたしましては体力の消費っていうのが深夜の1時から倍になるからというところなんですけども、ってなったらですねこっからさらにですね9時間ぐらい早く始めないかんことになるかなと思うんですけど、ってなるとですね殲滅部隊っていうのがですね抜けなくなってくるかなと思いますので、ってなるとですねそのスタダで使った部隊をそのまま工場に向かわせるっていう必要があるということですよね。こうなってくるとなかなか単独でっていうとしんどいなっていう感じがしますので、まあ朝の8時だったら余裕はあるけども、これより早にしようと思ったらちょっとギリギリになってしまうかなっていうぐらいのタイムかなと思いますね。まあそれでもですね小兵器自身もですねこのタイムが最速ということになってましたので、まあ満足な結果になってるんじゃないかなと思いますね。で2番目に資源収入を果たしたのがですね高等の大梅通りさんということになってますね。ただうちが資源収入を果たしてから12時間後ということになってます。でその後が吉山田さんということになるんですけど、またこれよりさらに2時間遅くて、夜の10時に資源収入を果たしたということになってますので、その資源収に早く入るという点ではですねアドバンテージは取れたかなっていうところですね。で一応予想としてはですねこの後またその司令に入るのはどっちが早いかみたいな勝負をするんだろうなっていう感じでですね、まだ結構のんびりしてたところはあるんですね。ところがなんとなんと小兵器はですね関中から交換を目指したんですね。司令には行かなかったんですね。なんで司令にどっちが先に入るか対決っていうのを避けて、で交換でですねこの吉山田さんと大梅通さんと勝負しようということになったんですね。これは驚きましたね。僕はてっきり司令で激突するんかなと思ったんですけども、そうはしなかったということなんですね。でですね関中の中っていうのはですね西陵軍団っていうのがいて、進路っていうのを妨害してるんですよね。なんでこれを倒しながら進むってなったらですねかなり時間がかかってしまうと言いますか、まあ、かなり強い西陵軍団もあるので、シーズンが始まったばっかりの育成が進んでないような状況ではですね壊滅させるのも大変ということでですね、もう2段階右折3段階右折みたいなのを繰り返しながらですねこの西陵軍団を避けて避けて、なんとか交換のですね席までたどり着くみたいなことをやったんですよね。なんでここはですねものすごく賭けだったんじゃないかなと思いますね。ここで仮に遅れてしまうみたいなことがあったとしたらですね、その交換に入る門っていうのをですね席ですね席っていうのをですね相手に塞がれるばかりか、司令に入るもですね相手の方がですねアドバンテージを得るみたいなことになると思いますので、まあその12時間早く資源収入できたっていうのも大きかったんかなと思うんですけども、こういった感じでですね相手が入った資源収で勝負するっていう展開に持ち込んだということですね。で結局交換入りを果たすために落とした席上洛ですね、こちらは7月の5日に落とせたということになってます。で夜の10時ということになってるので2日とまあ3日もはかからんかったかなっていう感じですかね、の間にですね関中をですね貫いてですね交換にたどり着いたということなんですね。ただこの上洛の席っていうのはレベル8っていうことで結構厳しいんですよね。なんで育成っていうのがめちゃめちゃ大変でしたね。これはかなりの賭けだったんじゃないかなと思うんですけども、
結果だけ見ると36分20秒ということでですね、かなり余裕はあったかなっていうところなんですけども、まあ禁酒はこの時期は本当にめちゃめちゃ使いましたね。禁酒をふんだんに使いつつ育成を進めてですね、なんとか兵器を支度してっていう感じでですね、正直僕これいけるんかっていう不安はあったんですけどね。ただ実際行けたということになってて、でこの上洛の席の向こう側っていうのはですね、まだ敵対同盟さんたちっていうのがたどり着いてないということで、城にも幕舎にも塞がれてなかったっていう状況なんですよね。なんで、その交換にしっかりと入ってですね、布陣するっていうことは叶うぐらいのタイムだったということになってるので、まあいかにですねここまでたどり着くのが大変かっていうのがですね、分かっていただけるんじゃないかなと思うんですよね。相手の二同盟さんに関してもですね、この上洛は塞ぎたかったかなと思うんですけども、そこまでマラソンでたどり着けなかったっていうことですからね、それは途中に清涼軍団がいたからということに他ならないかなと思うんですけども、こんな感じでですね一歩優位に出たかなっていうところですよね。交換で劣勢とかいうことになったらですね、一旦艦中に戻ってその司令を目指すこともできるし、でその交換でですね優位に戦闘を進めることができたらですね、相手には司令に入らさないような状況でですね、まあしっかり戦っていけるっていうことになりますよね。なんでここからが本番ということですね。で交換に入ってからの流れなんですが、この交換から司令に入ろうとすると武漢もしくは危険を抜くことによって入ることができるということなんですけど、ここの前にですね城を戦場させてですね布陣させることによってですね、その相手同盟の方がですねこの2つの席を抜きにくくなりますよね。でそうしてる間にですねじわじわと戦線を押し返すことができたらですね、まあそれイコール勝利っていうことになると思うんですよね。他に司令に入る方法っていうのがないわけですから、まあなんせこの2つの席をですね何としてもこちらが先に抑えようということでですね、必死にマラソンをしてました。でですね危険と武漢だったらですね、危険の方がですね相手側からしたらマラソンの距離が短いということなんですね。で危険に対してはですね吉山田さんが向かってたんじゃないかなと思います。で武漢に対してはですね大梅通さんが向かってたんじゃないかなと思いますね。なんで危険の方がとにかく余裕がないということでですね、ダッシュでですねマラソンはしてたんですけども、途中でですね、まあその戦闘になってですね、どちらも危険の前に布陣できないみたいなね、形になりました。なんでパワーバランスとしてはですね、危険側の方に人数をそうですね、6割ぐらい持ってってたかなっていう感じはしますね。で武漢側ですね、大梅さんとの勝負ではですね、4割ぐらいを持ってったっていう感じになってて、まあ結構大梅さんの戦線の方がきつかったかなっていう気はするんですけども、その分吉山田さんとの戦線っていうのはですねじわじわ押し返していけたということになってます。で最終的にはですね危険の前を布陣させることができたということですね。で小兵器は交換で戦ってるわけなんですけども、艦中の方に敵がいないかって言いますと覇色の方がですね入ってくる可能性がありますよね。でなるとですね後ろから攻められるということでかなりきつくなるかなと思うんですけども、その清涼のですね、味方の同盟さんの水滴さんですねがですね傭兵艦を抑えたということでですね、これによって覇色の同盟が艦中に入る席のうちの一つは塞げたということなんですね。これはかなりでかかったんじゃないかなと思いますね。でもう一つ覇色から艦中に向かう席の艦樹ですね、こちらに関してはまだこれ味方の一騎当選さんが抑えたということになってるんですね。これが7月の12日13日ということになってて、これのおかげでですねその艦中っていうのはですね、もし小兵器が抜かれてその交換から艦中に向かうっていう形にでもならない限りはですね安全が保たれたっていうことですね。この段階ではかなり優位に進められてると思うんですけども、まだゲームは2週間も進んでないということになってますね。かなり展開が早いシーズンだなと思いました。で覇色側との戦争なんですけども、一応清涼のですね水滴さんがですね覇色に入ってですね進行することによってですね、この2つの席っていうのをですね結果的に守るみたいな形で進んでたんじゃないかなと思いますね。なんで僕自身はですね覇色の同盟さんとはですね一切戦ってないということになってます。で一応ですね清涼の同盟、あとマルチーさんとですね一騎さんがですね、一応は艦中に入って、でそのままですね交換の方にも入っていくという流れになるわけですね。でですね、その清涼の2つの同盟さんにはですね軽素の同盟さんと戦ってもらって、でうちはですねその吉山田さんと大梅さんと戦うという流れになるわけです。
で、7月12日、傭兵館を水滴さんが落とした日ですね、の段階での交換がどのようになってたかっていうのをですね、図で表してみたんですけども、こんな感じになってます。マルチーさんもですね、交換に入ってですね、1、2、3の番号のところで戦ったっていうことになってますね。で、1番に関してはですね、一応これ書いてますけども、マルチーズさんとですね、ケイソの同盟さんですね、が戦ってたということになってます。で、2番に関してはですね、その大梅さんと、マルチーさんが戦ってたっていうところになってますね。で、3番に関してはですね、マルチーさんもうちもいるところでですね、大梅さんと戦ってたということですね。で、4番に関しては大梅さんとうちで、5番に関してはですね、一応その吉山田さんとうちっていう感じになってますね。で、押さえてる土地の色分け見てもらったら分かると思うんですけども、司令に向かう2つの席の前っていうのはですね、一応小表記が陣取れだということになってますね。なんでこれを抜かれるっていうことになるとですね、一方的にやられない限りは大丈夫だろうっていう布陣になりました。なんでマラソンが間に合ったということですね。もし間に合わなかったとしたらですね、艦中から入るという形になると思うんですけども、とりあえずその方向ではなくなってですね、で、こういった感じのパワーバランス、一応ここも変えてるんですけど、3プラス4でですね、40% ぐらいの人数で、5番には 60% ぐらいの人数ということですね。これは吉山田さんの方が、危険に近いので、もしこう危険の方が抜かれるようなことがあったらですね、司令で大変なことになるということでですね、こっちの方に人数を集めてます。で、5番の右下に赤いマークがあると思うんですけど、これ不当なんですけども、ここの不当でですね、睨み合いになったっていうところなんですよね。お互いが城を置いててですね、平常管理とかしながらですね、進行させないみたいなところになったので、5番の戦場っていうのがですね、割と潰れました。で、それによってですね、3番とか4番にですね、兵力を割いていくことによってですね、じわじわとその3番4番の方からですね、押し込んでいくみたいな形になりましたね。なんで5番から先っていうのはですね、全然進めれなかったので、膠着が続いたということになってます。で、先ほどの画像の3番のあたりにですね、赤いポッチがあったと思うんですけど、あっこが武藤っていう城だったんですよね。で、それをですね、大梅さんが押さえてたことによってですね、そこにですね、相手のレベル5の爆射が人数分あるみたいな形になってたわけなんですよね。なんで、なんぼ押し込んでもですね、結局そこから出てくる部隊に押し返されるっていう形になっちゃいましたので、ここで対人工場っていうのが行われたわけなんですね。で、一応この時はですね、全兵力をつぎ込んでと、他のその戦線で押し込まれても構わないから、ここにとりあえず人数を集めてっていうことでですね、なんとかかんとか落とすことができてるんですよね。これによってですね、その相手200人分って言ったら、まあ言い過ぎかもしれないんですけども、のレベル5の爆射が一気に消えたっていうのに等しい戦果ということになってますので、ここからもうじりじりと押せる展開っていうのがですね、続いていったんじゃないかなと思いますね。で、この画面は7月の28日ですね。なんで武藤を攻略してから2週間後っていうことなんで、間かなり空いて、その間まあいろいろあったんですけども、まあ戦局を大きく揺るがすような出来事はなくですね、じわじわと相手を攻めていったという形になってますね。で、その間にですね、司令に入ったりだとか、あとその孤狼艦落としたりだとかっていうことでですね、割と向上はしてて、戦いながらしかも高レベルの席を落とすということでですね、だいぶ大変ではあったんですけども、なんとかかんとかそれを達成しつつですね、最終的に7月の28日に洛陽を取れたということになってますね。これに関してもですね、最速だったんじゃないですかね。他のエリアサーバーが洛陽を落としたっていう話は一切聞かなかったので、1番に落とせたんじゃないかなと思いましたね。まあ今回のシーズンはですね、その洛陽をいかに早く落とすかみたいなのは関係はなかったかなとは思うんですけども、やっぱり最速でたどり着くっていうのは嬉しいものがありますよね。で、ここからさらに1ヶ月ぐらい時間が飛んで、城中の関の工場ですね、これ対人工場だったんですけども、これはですね、一応は吉山田さんがいる州からですね、資源州に入る席ということになってるんですね。なんで1ヶ月かけてここまで押し込んだということになってます。で、最終的にですね、ここの対人工場っていうのも制することによってですね、で吉山田さんがいる、出征州にでもですね、進行ができるようになったということですね。で、この段階で停戦が結ばれたということで、一応ですね、8月の27日かな、をもってしてですね、対人戦は終了したという形になってます。なんでまあちょっと今この動画を作ってる段階では対人戦がなくてですね、暇してるっていうところではあるんですけども、
なんとか勝つことはできたということになるんじゃないですかね。今シーズンもなんとかかんとかですね、ハゲを得られる条件っていうのはですね、整ったということにはなってるんですけども、ただその天下鬼神とかには至らなかったかなっていうところですね。まあその大梅さんに関しても、あと吉山田さんに関してもですね、このシーズンが始まる前からですね、僕に対してですね、その二同盟めっちゃ強いですよみたいな感じでですね、ご意見いただいてましたので、そういった相手に対してですね、まあ天下鬼神っていうのは無理だろうなっていうのはですね、感じてたんで、まあその勝てただけ良かったかなっていうのがですね、最終的な感想かなと思います。はい、いかがだったでしょうか。こういった結果になったのも清涼の同盟さんが協力してくださったからというのに他ならないかなと思います。僕が言うもおこがましいんですけども、本当に感謝しております。ありがとうございました。でちなみにケイソの同盟さんともですね、僕は一切戦うことはなかったんですよね。なんですけども、そのマルチーさんとか一輝さんがですね、ガンガンそのケイソの交換に入ってる同盟さんを押し込んでくれたおかげでですね、その吉山田さんと大林さんに集中することができたっていうことになってると思いますね。もしここでですね、押されるみたいなことがあったらですね、ケイソの同盟さんも相手にせないかんということになりますので、なかなか厳しかったんじゃないかなと思いますね。でもしこの清涼の方々もですね、敵っていうことになってたら、さすがに勝てなかったんじゃないかなって思いますけどもね。まあそれぐらいその赤い方っていうのも結構多くてですね、大変なシーズンだったかなとは思うんですけども、来季も今季のようにですね、楽しく気持ちよく戦えたらいいなと思っております。まあ味方の方に限らずですね、この PK11001J に所属されてた方々全ての方にですね、御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと Twitter のフォローの方よろしくお願いします。 Twitter のリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。